あの急性痛の電気信号を送る神経の繊維っていうのが A デルタ繊維っていう名前の繊維ですね。名前覚えなくてもいいんですけど、急性痛専用の神経があると思うんです。で、皆さん慢性痛ですよね。半月も1ヶ月も1年もダラ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 痛みが出てるんです。この慢性痛の電気を送る神経はね、 C 繊維っていう名前なんです。慢性痛専用なんです。で、今日は慢性痛の話しに来てますから、急性痛の話しないで来ますね。慢性痛の電気信号を半月も1ヶ月も1年もダラ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 電気をくれる場所は、体の中で筋肉しかないんです。だからもう慢性痛ですって話になると筋肉からしか起こりません。急性痛っていうのは体の至るところから起きるんですけど、慢性痛は筋肉からしか起きません。ずっと痛いなっていうのは筋肉からしか起きません。だから筋肉に何かの異常があるということなんです。で、どんな異常があるかってことなんですね。で、異常というのはね、筋肉の緊張って表現します。